ついにさ、発売されたな、待ちに待っていた。無限列車、劇場版鬼滅の刃。俺さ、楽天ブックスでゲットしたんだよね。なんか特典が、普通のやつよりかちょっと高いんだけどさ、特典がたくさんついてたから。まあ、ぶっちゃけね、ブルーレイさえあればよかったんだけど、まあ、記念だしね。高くついても記念だし、なんか特典ついてるやつの方がいいかなと思って、ちょっと楽天ブックスの、たくさんついてるんで、タンブラーとか、あとなんか皿みたいのもついてたかな。パカリス主号と開けまして、おー、なんかすげえパックされてる。すげえパックされてる。本当はこれだけなんだよね。この、ブルーレイだけなんだけど、単体で売ってる場合は。あとは、楽天ブックスで買うと他にもね、こう、よくこれなんだ、これ皿かな。他にもな、あとタンブラーとかも、あ、これタンブラーだわ。おー、すげえ。煉獄、パッケージかっこいい。煉獄さんと炭治郎の。パッケージ超かっこよくない？これブルーレイだよな。間違って DVD 買ったかな？いや、あ、大丈夫だ。ブルーレイだよ、ブルーレイ。ブルーレイで、これが皿かな？これタンブラーで、あとでなんか色紙もね、ついてるみたいなんで、ね、ちょっと出してみてみるか。これ、破っていいんだよね、これね、シート。あ、そうだね、シート破って、パッケほんとかっこよくない？これやべえ。パッケすげえ、これ書き下ろしなんかな？すごいタッチで描かれてるよね、これ。煉獄、ちょっと細かく見てみて、これ煉獄さんの。うわ、表情いいね。煉獄さんと炭治郎。素晴らしくない？鬼滅の刃、無限列車編。ついに劇場版のブルーレイが発売されたぜ。いや、めっちゃ嬉しいね。このね、完全生産限定版にも特典がついてて、これプラスこっちは楽天ブックスの特典なんだけど、これ自体にもね、特典ついてるんだよね。それがキャラクターデザイン、松島明さんかな。松島明さん、書き下ろし収納ボックスってやつ。多分アニメ、この映画のアニメーターさんだと思うんだけど、書き下ろし、特別に書き下ろしてくれた収納ボックスがついており、これだよね、多分。やっぱ書き下ろしなの、多分これだと思うんだけど、これが松島明さんが書き下ろして、すげえな、めちゃくちゃかっけえ。炭治郎と煉獄さん、この収納ボックスが、まず一つついてて、あとは、書き下ろし、デジジャケット。デジジャケットってなんだちょ、デジジャケット、中に入ってるやつかな。ちょっとわかんないんだけど、じゃあ見てみるかな、出してね。あとは、オーディオコメ、ま、いろいろ、まあ、これも特典なんかな、一応。特典 DVD とかもついてて。これも特典なのかな。これも、まあ、ここに書いてあるのが全部特典だと思うんだよね。デジジャケットってのがすげえ気になるんだよね。なんか、UFO テーブル、オリジナルなんかな。UFO テーブル、書き下ろしのデジジャケット、うわ、すげえ！これ収納ボックスだよね。収納ボックスこっち面こうなってたんか。うお、迫力。しかもなんかちょっとザラザラしてるんだよね。加工されてんのかな、特別加工みたいになってて。ザラザラ仕様になってすげえ、趣深い。すごいね、これね。高級感に満ち溢れてるよ、これ。で、これがデジジャケットか。デジジャケットってなんだろう？ UFO テーブル書き下ろしデジジャケット。完全、あ、本当はこれだけで売ってんのかな。で、これプラス、これの特典にはこうついてんのかな、こう。お、すっげえ、めっちゃすげえじゃん、これ。完全生産限定版。これはブルーレイ本体。デジジャケットって何？あ、これ同じ、全く同じのやつがあるぞ。デジジャケットってどれだ？これか？これもちょっと出さんとダメか。ちょっと出すか。ペリペリペリ、ペリペリペリと剥がしをして、パワー。で、お、これは、あ、この紙、2枚、なんで2枚あんだ。あ、そうか、このケースに入れたら見えなくなるからか。裏目。そして、これか？おぉ！どうなってんだ？厳重に保管されてるぞ。厳重に保管されとる。これが、あ、鬼殺隊砲。すげえ、なんか、本物のさ、昔のこう、本みたいだね。昔のなんか、なんとか会館とか行くとさ、こういうなんか、あれだったよね。こういう感じのやつで、名前、来たら名前書くやつ。来た時と帰る時の名前書くやつ。まあ、こういう情報のいろいろ書いてある本もついてて、ミニブックもついており、これがデジジャケットかな？おー！ブルーレイだぜ！すげー迫力！すげー迫力！うおー！特典 DVD もあるね。特典はブルーレイじゃないんだね。特典は。ブルーレイセット買ったのに。すげー！これがデジジャケットで合ってるかな？赤さんもいるね！ちゃんとね、ちょっと待って。裏面を、ちょっと待ってね。こうやってやって、見てみるか。あ、そういうことか！これ繋がって、おー！めちゃくちゃかっこいいじゃん！こうやってさ、置いておいたらさ、ブルーレイしまうケースだってわかんないね、これ。ただ単にこういうなんか飾り物にディスプレイに見える。すげえかっけえ！
いや、赤座とさ、いや、両サイドいいね。赤座マジかっけえわ。赤座と M のこの両サンドイッチ。すげえかっこいい。これが多分デジジャケットだと思うんだけど、これが書き下ろしのデジジャケットってことだよね。今ね、ちらっと読んでみたんだけどさ、どういう風に映画を作ったかとか、声優対談とか、いろいろもう、この映画の、まあ当たり前だけど、この映画の情報がすげえ載ってた。え、これも永久保存だな。すげえな。さすがの限定版っていうか、なんかもう、あれだよね、豊富だよね。これだけでもさ、豊富なんだけど、楽天ブックスのやつで俺買ってるから、まだね、あの楽天ブックスの方の特典もあるんだよね。タンブラーとかさ、いろいろ。タンブラーすごい使いたいなと思ってさ、あとなんかいろいろね、情報の紙が書いた。お、夏目友人帳の、なんかあるね。情報とか5月の26日発売。ブルーレイ。もう発売されとんな、じゃあ。発売されてるもうね、先月じゃん。で、これ6月16日発売。で、届いたのは今日だったんだけどね。で、これがあの、ねずこのフィギュアとか、なんかいろいろ書いてあるね。へー。アンケートの紙とか。そういうことね。そして、あとはもうない。全部見たよね。で、あとはこっちの楽天ブックスの方の特典の方に、これがタンブラーだと思うんだよな。違うの、すげえでけえの、これ。うお、でけえ。これ絶対タンブラーっしょ。マジか、これリアルで使いて。すげえ。あ、やっぱそうだ。タンブラー。これめっちゃ嬉しくない？タンブラー付きってる。あ、これはちょっとね、楽天ブックスで買ってよかったわ。しかもめっちゃかっけ。煉獄さんと炭治郎。いいね、このダブル。煉獄さんと、いや、すっげえいいじゃん。しかもすげえ、作りしっかりしてんだ。タンブラー開けてみるか。おー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 おおおこれ家でも使うわ、これ。家で使うわ。タンブラーいいわ。めっちゃ嬉しい、タンブラー、これ。で、これが皿だったような気がする。確か皿。これがね、さ、ちょっと待って、倒れちゃった。これがさ、ちょっとここに煉獄さん見えるようにね、設定しておいて。劇場版鬼滅の刃無限列車編っていうやつ、これ皿かな？皿、いやでも開けてみないとわかんないから、とりあえず開けてみるか。なんか昔さ、一番くじさ、ドラゴンボールの時にさ、なんか醤油皿みたいなの切ったじゃん。ドラゴンボールの一番くじの醤油皿みたいなやつだと、あ、やっぱそうだわ。そんな感じのやつだった。すげえ。これそれぞれ、あ、キャラクター、の日輪刀の唾になってんのか。日輪刀のさ、で、これ、ねずこの、加えて竹筒。猿グツワの竹だね、竹が、なってるけど。これと、あ、結構でか、分厚いの？結構分厚いぞ。これでも醤油皿っぽいね、なんかね。場所がさ、それぞれのキャラクターに対応してるんだね、こうやってね。真ん中を煉獄さんで、善逸、炭治郎と猪之助っていうことになってる。こういう、対応してるということか。ここは何もないんだね。ここにもなんか入れてくれればいいのに、赤座のやつとかね。これ何もないよね。これただの、あれでしょ？隠されてはないね。隠し在庫があるからと思ってくる。まあこれ皿もついてると特典ね。そしてね、これが最後の特典で、あとはもうないよね。あとはもうないから、これが最後の特典で。これもね、確かね、あの、松島さんの、さっき書いてあった松島明さんの特別書き下ろし、すーげー、いや、いいね、味があるわ、この。サインペンかな？筆ペンかな？シャ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 って書いてる。え、これ、え、なんかこれさらっと書いた感ない？え、さらっと書いた感ない？これ。さらっと書いてこんなうめえの？すげえ！やば、あ、ちょっと待って、サイン書いてる。あ、やっぱ松島って書いてる。これ下、アキラって書いてる。ちょ、下わかんないけど、多分松島アキラさんのサイン入りの、この、サインだよな、これ。松島は多分合ってると思う。これ多分アキラって書いてるから、やっぱそうだわ。さっきのジャケット書いて、で、人と同じ人のこの書き下ろしだわ。すげえなぁ。これどんぐらいで書いたんだこれ。1分ぐらいで書いたかな、チャ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 って。めっちゃうまくね。やばチャチャって書いたかがすぐっけ、この辺とか。で、このうまさ。いや、これ飾ろう、かっこいいなぁ。楽天ブックスの特典はこの1、2、3個。タンブラーと色紙と、このお皿の3個で。このタンブラーさらにね、こうやって中身を開けて、こうね、裏返しにするとさらに違う。この、ね、赤座がいるしね。このリバーシブルでどっちも楽しめるっていうのを、この仕様なんだよね。いやーすげえ。なんか今回タンブラー一番嬉しかったな。タンブラーガチで嬉しいんだけどこれ。煉獄さんと炭治郎のタンブラー。これ家宝だなぁ。めっちゃ、見せたわ。入れ方。ということで、今回は、楽天ブックスで買った、鬼滅の刃のね、ブルーレイの購入特典のね、開封レビュー動画でした。これはね、タンブラーすげぇ、皿とかも使えると思うんだけど、タンブラーすげぇ、俺、おすすめだわ。タンブラーゲットするためにこれゲットしてもいいね。タンブラーめっちゃ嬉しいね、あれね。あと、この色紙も。めっちゃかっこいいよ、これ。飾ったら映えるぞ、これは。この色紙もすげぇ嬉しい。
これかっこよくない？あとはあの、これ楽天ブックスのあの特典なんだけど、こっちの特典はこっちの特典で最高だったし、みんなもぜひね、どうせ買うならあの、記念だし、特典ついている方がいいと思うから、特典付けの買って、出してみてみて、すげえいい感じだよ。この色紙とかめっちゃかっこいいもん。まあでもやっぱタンブラーが嬉しかったけどね。さすが、またちょっとね、ブルーレイせっかくゲットしたし、プロテインを準備して、見るかな？映画無限列車をね。もうこれからはいつでも見れるっていうのがいいよね。あのすげえ神作画をさ、いつでも堪能できるっていうのがなんかすげえ人生楽しいよね。いや、このなんか、いやー、なんだっけこれ、デジジャケットか。デジジャケットもかっこいいしなー。赤座すげえいいわ、赤座とエンムね。この両サイドがマジ、いや、すげえかっけえ。そしてこれを収納するボックス、これ。書き下ろし。これもあの、松島明さんの書き下ろしだからね。すげえなー、こうしまうと。おお、なんかこれだけでもコレクションだよね。めっちゃかっけえわ。飾りてえもん、こうやって。